毎日学校や仕事へ行く朝の時間、情報番組を見ている人にとって朝の顔というと決まった人を思い浮かべるかもしれませんね。あなたの推しアナは誰ですか？そんな朝の顔と言われる女子アナ4人をご紹介します。井上聖夏。フジテレビ朝の情報番組目覚ましテレビが2021年3月29日から番組がリニューアルされることが発表されました。メインキャスターの一人として井上聖夏アナが大抜擢され、注目が集まっている女子アナとなりました。94年4月にスタートした同番組では、これまで八木亜希子アナに始まり、高島彩アナ、小野陽子アナ、加藤彩子アナら局の顔となる未来のエースアナがメインキャスターに選ばれており、井上アナは5年間務めた長島優美アナのバトンを受け継ぐ形になりました。清楚なルックスと落ち着いたアナウンス力に定評があり、局内でも真面目でどんな仕事にも前向き、フジテレビの未来を担ってくれるはずと高い評価。以前から可愛いと人気でしたが、インスタではキュンな姿がアップされており、男性ファンが悶絶している様子がうかがえました。井上アナは学生時代、憂鬱な朝もワクワクした朝もテレビの向こうの明るさに元気をもらっていました。そんな温かい番組を受け継ぐと聞いた時は、喜びと驚きとその責任感に一瞬時が止まり、頭が真っ白になりましたと感激。皆様の朝が少しでも心地よい時間になるよう、丁寧に明るく精一杯努めてまいりますと意気込みました。この快挙に井上アナファンが、目覚ましテレビのメインに井上聖夏ちゃん、井上アナ可愛いのはもちろん爽やかで声も綺麗で好きだったから嬉しいと歓喜のコメントを寄せていました。これだけ可愛くて爽やかなアナウンサーなので、朝の情報番組にはぴったりなキャスティングなのかもしれませんね。水戸麻美。日本テレビの朝の顔ZIPのメインキャスターを務める水戸麻美アナ、4月4日から新年度に入り、番組も新企画などが始まりました。そんな中、注目されるのが一緒に朝ごはんのコーナー、通販などで取り寄せることのできるご飯のお供で、水戸アナが朝ごはんを食べるというドハマリなコーナー。水戸アナは以前ヒルナンデスでの食リポで見事な食べっぷりを見せたことでブレイク。好きな女性アナランキングでは5年連続1位となり、殿堂入りを果たすなど、名実ともに最強女性アナとなりました。 ZIP でもたびたび食リポを披露していましたが、ついに朝の生放送で爆食することになりました。そんな水戸アナ、学生時代憧れていたのが元フジテレビの小島奈津子アナウンサー。今や裏の番組目覚ましテレビにはなってしまったんですけど、当時憧れのお姉さんだった小島奈津子さんの笑顔が素敵で朗らかで、でも知的なニュースも読まれていて、こういう大人になりたかった。アナウンサーになってからもヒルナンデス時代に共演して、僭越ながら好きだったことをお伝えしたら、私のことをテレビで見ていたと言ってくださって、ちょっと私と雰囲気が似てると思ったと言ってもらえたんですと嬉しそうに振り返りました。阿部加代子。1週間のニュース、スポーツ、エンタメ、流行、話題を伝える目覚まし土曜日、2022年4月9日土曜の放送より、生田流星アナ、西山喜久恵アナ、そして阿部加代子さんがメインキャスターを務めています。阿部さんは2016年4月から目覚ましテレビのお天気キャスターとしてレギュラー出演。オリコン、ニュースが発表する好きなお天気キャスター天気予報士ランキングでは、2019年から2年連続1位に輝いています。2021年は顔だけ先生でドラマ初出演も果たし、女優デビュー、活躍の場を広げる中、
お天気キャスター歴代最長6年で卒業しました。そんな阿部さんがお天気キャスター時代、すでに目覚ましテレビのキャスターを目指していたようです。以前のあるインタビューで今後の目標を聞かれると、いろんな情報を伝えられるキャスターになれたらいいなと思いますと答え、憧れのキャスターは高島彩さんです。すごく可愛らしいように見えてメリハリのある方だと思っていて、私はまだフラフラしちゃうところがあるので、いつかは彩さんみたいになれたらなとは思っているんですけど、という阿部さん。高島さんのようにいつかは目覚ましテレビのキャスターにと聞かれると、顔をあからめ、いえいえ滅相もないですと、今は土曜の朝の顔になりましたね。長島優美、太陽のような笑顔が眩しい、フジテレビの長島優美アナウンサー。目覚ましテレビに続き新たに MC となった目覚まし8でも持ち前の明るさで日々視聴者に元気を届けていますね。今ではすっかり定着した特技のダンスも、公開した YouTube 動画 BTS のダイナマイト踊ってみたは再生回数700万回を突破。アナウンサーの動画再生数としては異例の再生回数となっていますね。朝の顔として元気でいることをモットーにしている長島アナ、目覚ましテレビのメインキャスターとして声を大事にしています、という長島アナは、皆さん朝は学校や仕事に向かうための準備などで忙しいと思いますし、ながら視聴をされていると思います。姿勢よくゆっくりはっきりと話すなどを心がけていますと、視聴者が聞きやすいように工夫をしているそうです。月から金曜の早朝から番組に出演、一番の贅沢はと聞くと、目覚まし時計をかけずに朝日で目覚める土日の朝が至福の瞬間ですとにっこり、頑張った時のご褒美は焼肉が大好きなんです笑い、定期的に行って体も心も満たされていますと楽しそうに答えたそうです。休日はスポーツジムに通っているといい、健康のために通い始めたのですが、ベンチプレスと腹筋、お尻のトレーニングもしています。テレビに映る人間である以上、そういう部分にも気をつけたいじゃないですか。でも残念ながら腹筋は割れていません笑い、とチャーミングに話す。ベンチプレスについては今は25キロが限界、来年には30キロを上げられるようになりたいと目標を掲げている。ジムに通い始めてからは体の調子が良くなりました。整体もトレーナーにお願いしていて、体と心を整えていますと、ケアも怠りません。女性として大切にしていることは言葉遣いや所作と答える長島アナ。憧れの女性像は表情がキラキラしている女性、口角が上がっている女性って幸せそうに感じられ、すごく魅力的ですと目を輝かせていました。そんな心がけあっての素敵な笑顔なのでしょうね。まさに朝の顔がお似合いの長島アナでした。